要は、はい、予測しても大したことなかったよね。私に読まれてるんだよ全部、はっきり言えば今回は。だから石丸なんとかって全然大したことないんだよ。10年ぐらい前だったかな、石原さんの時に、これ似てるよ今回。そうですか、うん、あの石丸さんが伸びるっていうのは最後の投票率が高くなったこういう結果になるけれど、それ蓮舫さんが上ですよ。20代30代でね、石丸さんは取ってるんですよね、はい、あそこ実は空いてるの、はっきり言えば。これ政策なしでね、雰囲気だけで取れるんで、はっきり言って雰囲気だけでも取れるわけ、はい、でさ、はい、あの蓮舫さんってさ、はい、すごい化けの皮が剥がれちゃったからざまあ見るかもしれないな、まあ、蓮舫さんってなんとなくイメージがあってすごかったと思うんだけど、あの参院の引き揃いを見てるとすごくガーガーガーって減ってるんだよね、はい、だからやっぱり賞味期限がダメなんだろうな、おそらくな。私の説教さんもいただきたいと思います。松原さん、はい、松原さんといえば、まあ、こう日焼けされているイメージがあるわけですけど、はい、ほぼ毎日東京26区の各駅前で街頭演説をされているというところで、はい、だからこそなんですよね。そうなんです、これ街頭焼けですから、はい、26区ってなんかあの蓮舫さんが出るところじゃないかなんて確か記憶があるんですけど、はい、そんな感じですかね。早速まあ、私はですね、はい、常に何があろうともですね日々の活動をしています、はいはい、さあそれでは概要をお伝えいたします。2024年7月7日投開票の東京都知事選について現職の小池百合子氏が参戦を決めました。都知事選は事実上現職の小池氏と前参議院議員の蓮舫氏の一騎打ちと各マスコミは煽っていたんですけれども、石丸伸二氏が10代から30代の支持を集めて2位に入っています。筆者はですね、投開票の前に X で11、13、17、29とこれね X にポストされているんですよね。で実はこれは都知事選での予想得票者数で1位が290万人、2位が170万人、3位が130万人、その他が110万人だと予測をされたということになりました。これすごいですよ。もうこうどういったこう計算をされたんですか。いやこれするほど難しくないんだけど、はい、まあ、はっきり言うとね、あの小池さんっていうのはね、あのちょっと右の方の基礎票っていうのと、はい、あと不動票の一定割合を取るんですよ。はい、それで石丸さんっていうのはね、基礎票はほとんどなくて不動票を小池さんよりちょっと取るんです、もう大体、はい、あのそれで蓮舫さんはこれはもう戦略ミスだと思うんだけど、はっきり言えばね、うん、もうほぼ基礎票でおしまい、はい、共産党と蓮舫さんの個人基礎票でほとんどおしまい、だからどういうふうにやってもほとんどいつも票数は変わらない、はい、というので計算して、それで最後の日に投票率がどうなるかっていうのを、天候とか票の出方ね、はい、まあ、正直言うとその前の日に計算するのとそんな変わらないけど、でもやっぱり朝の出方とかそういうのをちょっと見ないと分かんないんでね、はい、朝の投票の出方を見て、はい、その最終の投票率を推計して、はい、で私 61% で推計したんだけど大体当たってるんだけどね、はいはい、それであのさっきの式にポンってぶち込むとバンって出てくる。あ、そうなんですね、うん、だから、はい、この選挙のこういうのでやるとね、みんなね、はい、自民党の総裁選もやってくれって言うんだけど、あれ自民党の総裁選はもう国会議員票400票ぐらい争う話だから、はい、あんなのは全部調べたのは簡単だよねって、はい、これは東京都みたく1000万ぐらいいるとね、はい、こういう形に話せられないんだけどね、はい、400人ぐらいだったら全部あれだよね、調べたのは簡単だよな、そういうことですね、うん、だからこれはマスコミの政治部記者がやればいいやと思ってるんだよね、はい、でも なんでこんな簡単な話が分かんないで蓮舫さんがと対決だなんて、与野党対決全然関係ないよね、はい、うん、それであの石丸さんが伸びるっていうのは最後の投票率が高くなったらこういう結果になるけれど、はい、最後の投票率がもう台風かなんかでガタベリになったらそれ蓮舫さんが上ですよ、はい、でもどんな状況になっても絶対小池さん負けない、はい、では分かりました。小池さんやっぱりね、基礎票と不動票両方持っていくから強いです、はい、これはもう とてつもなく強いです。だからこれはこんなの簡単に予測できてね、本当ね、前代未聞だってみんな言うでしょ、はい、なんで不勉強なのかな、あの都知事選なんてね過去に似たのもあるんだよね、はい、で私なんか過去のそういう似たようなパターンを全部分析してるだけなんだけど、ね、10年ぐらい前だったかな、石原さんの時に、はい、石原さんの時に石原都知事が出る時に東国原さん出たでしょ、はい、これに似てるよ今回。そうですか、うん、だから石原さんその時は260万票だったんだね、はい、東国原さん170万票だったんだね、似てるんだよ結構、でも絶対に不動票だけでは勝てないから、はい、だからあの石原さんも楽勝だけね、はい、まあね、この感情論でね報道するマスコミではなく、やっぱりこう根拠に基づいた形でね、
根拠とあと自分で言うんだけど、はい、なんかコメンテーターの人って、はい、くんたれが多いじゃない、はい、で私くんたれじゃなくてただ単にさっきの説明って算式なんですよ、うん、方程式何個かの算式なんだよね、はい、でそれで淡々と喋ってるだけなんだけど、はい、それ喋れば簡単じゃないのこういうのとあの要は政策の有無とかね、はい、全然はっきり言うと関係ないんだな、うんはい、東京都では、はい、政策の有無関係ないよ、はい、こんなもんは、はい、私政策の中の変数なんか出てないもん、うん、これ今見てたら7月7日の午後4時何分、はい、もっと早かったの実際はもっと早くできてるよそうだよね、はい、できてんだけどあのちょっと午後4時は投票日の夕方だもんねそうそう、はい、できてんだけどまあねちょっといろいろと触れちゃうといけないから、まあ、ゆっくりやったわけ、うんはいうんそれで実は前の日にね、はい、他のところテレビ出ててそのスタッフには喋ってるんだけどね、はい、だから別に嘘、ね、あの後付けではないです、はい、でどうですか選挙のその予測としてはやっぱりこの予測をだから高橋予測を変数を変えるような、はい、もうその仕込みをしなきゃいかんってことだからね出る側からするとはい、私に読まれてるんだよ全部はっきり言えば今回はだから石丸なんとかって全然大したことないんであのはっきり言うと今回の候補者数政策の中身は全部ないのだから結構予測簡単なんだよ、はい、そうなんですねこれねちょっとあの、はい、今高橋先生がね、はい、もう政策関係ないって言われちゃうときついんだけどそうです、ね、僕はねいや見ててね、まあ、あの玉込さんも頑張ってるけどその下に安野さんですね安野さんこれね、はい、僕はね15万票取ってるでしょ、はいでマスコミはほとんど報道してなかったけど、はい、彼は AI を使って3000件の質問に答えたって話を聞いていてです、ね、この安野さんっていうのが僕は面白いなと思ってね、はい、やっぱり東京の中にはそういう新しい時代の息吹を感じたいと思ってるやっぱり有権者もいるんだなとそういう感じがしました、はいまあね、その中でまたあの公選法違反みたいな話もいろいろ出てるわけですけどね、うん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 、長谷川さんこのあたりも気になりますね、うんうん、あの蓮舫さんの例の事前運動じゃないかっていうね、はいあの告示前に勝つぞというようなことを言ったっていう、はいはい、ここはもう確か弁護士さんが訴えられているはずですから、はい、これぜひねあの白黒はっきりさせてもらいたいなと、ねまあ、思いますね小池さんについても例の学歴の問題でこれ訴えられているはずなんで、はいはい、これもまあどうなのか分かりませんけどぜひ、ねまあ、これも白黒はっきりさせていただきたいなと、はいですね、これ現職としての地位を利用した選挙運動であったりとか、はいはい、あとあれですねあの首長に52人に対しての出馬要請をこうした、はい、どっちがしたんだみたいな問題もね、まあ、これも刑事告訴になるというところではありますけれどもねこれさ、はい、あの蓮舫さんってさ、はい、すごい化けの皮が剥がれちゃったからざまあ見かもしれないなあの、うん、要は、はい、予測しても大したことなかったよね要するに共産党と組めば不動票はまず無理だよね、はい、これで私ずっといろんなあの自分のやったのが正しいかどうかっていうのはチェックするためにもいろんな地区のね投票率とか全部見てるわけ、はい、そうするとさあの目黒であれで蓮舫さん全然取ってないんだよね地元と言われてるところがね、はい、だからねやっぱりあれだね結構政治家として苦しいんだろうなこれからなというふうに私なんか思いますけどね目黒っていうのは26区ってと26の中核のところなんだけど、はい、全然出てないんだよね、うん、あの完全に石丸氏に負けてるんだよね、はい、だからねあれだよねあの、まあ、蓮舫さんってなんとなくイメージがあってすごかったと思うんだけどあの参院の引き揃いを見てるとすごくガーガーガーって減ってるんだよね、はい、だからやっぱり賞味期限がダメなんだろうなおそらくなだから今回これですごくもうすごいはっきりしたし、はい、なかなかあれだよね政治家って大変で勝負でございますね本当ね途端に日々ね日々これ決戦で頑張ってる、ね、日々それでさいろんな努力しないとさ、はい、昔の遺産で食えないね、はい、ですね、うん、そうですね財産作るこれ松永さんこの蓮舫さんはこれ衆院選解散になったらどうされるんですかね、まあ、それご本人が今いろいろと考えてるんではないでしょうかね、はい、あの、うんやっぱり政治的にはまだやりたいことがあるんだろうというふうに思いますので、はい、そこはもう本人が全部考えますから、はい、20代30代でね、さっきのね石丸さんは取ってるんですよね、はい、あそこ実は空いてるのはっきり言えばだからあれをどうやって取るかっていう話で自民党はもう今回失敗しちゃって安倍菅まで取ってたんですよそれから以降取ってないんですよ、はいだからそこに石丸さんがポーって食いついたって感じはしますね、はい、安倍菅の時に取ってたっていうのは私もいろいろ相談を受けてね、どうしたら取れるかって話で結構具体的な話になっちゃうんですよ、うんうんうん、これでね、まあ、お金配るっていうのももちろん簡単なやり方として1個あるんだけどもうちょっとね実は私が着目したのはね大学のね、うんうん、あの就職率なんですよ
学卒の就職率、うん、それでね、学卒の就職率を上げるのは実は結構簡単なんですよ。簡単、簡単。そうなんですか、うん、だからここでこういうふうにしますよっていうと、毎年の失業率を下げると次の年は就職率絶対上がるんだよね、はい、だから分かってたから、それは実は金融政策っていうのを使って失業率下げたわけ。そしたら予想通りもう上がってって、そうすると私の大学なんかはね、 F ランク大学なんだけどね、いやいや、あの私があの安倍政権のちょっと前に入った時に就職内定率で 60% だった、はい、それでその後ね、だいたい1年で 10% ぐらいずつ高くなって、予想通り。それでね、みんなね、大学の教務長の人は勘違いして自分たちの指導が良くなったんで、違います、周りの人も全部見てください、周りの大学みんな上がってるんだよね、これ安倍政権のことですって。そしたらやっぱりみんな学生はすぐ分かった、自分たちは勉強してないのにどうして就職率が上がったんだもう非常に単純だったね。これでも具体的に何を、その分かりやすい部分でいいんですけど、何をするんですか、その何を、その金融政策で、金融政策で失業率を下げるだけだよ。だからそこがまだ分かんないでしょ、はい、だからこういうのはもうね、はい、あの安倍さんそれすぐ分かってくれて、はいはい、まあ、それはいいね。そしたらね、やっぱりね、街頭演説するとね、感じるらしいんだよね、はい、やっぱり若者から人気が出てきた。これは分析すると簡単なんだけどさ、要はね、就職できるかってことなんだよ。それでね、全然勉強もしなくてね、あの就職できるようになったってこと、安倍さんのおかげでしか言いようがないんだよ、はい、ということで簡単でした、はい、これはね、結構やってもらったんだけど、はい、その人本当に言う通り、若者のね、自民党支持率高くなったよって言ってくれましたよ、はい、それでね、こういう話をね、するとね、あれだよね、安倍さんもそれ面白おかしくなんか喋ると結構受けたと言ってましたね。だからこういうね、戦略とどうやって政策するかに依存するんですよ。それ取れるのは取れるんですよ、はい、でそれはでもね、岸田政権になってからパタッとなくなっちゃって、ぽっかり空いてるんですよ今、はい、だからそこに石丸さんがね、これ、ね、政策なしでね、雰囲気だけで取れるんだよ。はっきり言って雰囲気だけでも取れるわけ、はい、でも本当は政策で取った方が私いいと思うけれど、雰囲気でも取れますね、あというのが答えです。じゃあ松原さんをトップに立てて、このお三方中心で動けばそこの層もしっかり、あの、ね、ま、松原さんね、タレントのキャラもあるからね、はい、結構いけると思う私の選挙さんもいただけたらこの、ね、お二人をブレインに据えてという松原さん素晴らしいね